要は、飛び出せ青春という昔あのテレビのドラマがあったんですけども、いわゆるあの青春ドラマっていうやつでね、村野武則が、先生役をやってましてね、まあまあそれの主題歌で、太陽が暮れた季節っていうのがあるんですけども、まあ、これもあの YouTube に原曲とかもそのままあるんで、まあ聞いてもらったらね、知らん人は、もう知ってる人はもう知ってると思うんですけど、こんな感じのね、この E のね、これ原曲のキーが A マイナーなんで、君は何を今っていうね、でまあこうイントロが、この E のサス4から E に、 E のサス4から E にね、感じの、曲なんですけども、まあ、これをまあ弾いていくんですけど、これね、まあこの Am のままでもまあなんとか弾けるんですけど、まあ、こんな感じでまあ弾けるんですけど、これね E マイナーで弾いて行く方がね弾きやすいんですよね。でちょっと E マイナーで、弾いていこうとすると、これね、キーをそのままにしようと思うと5フレットにねカッパをつけて E マイナーにすると、これまああの A マイナーこう A マイナーこうね、F G A で A のマイナーでこのね、ここにカッポつけると、ここにカッポをつけて E マイナーを弾くと A マイナーになるんですよね。でまあこうこれやとこう映しやすいんでね、でまあ最初が B、 E やったところが B になって、ね、この B のサス4から B ね、まああのここまあこう本当はこうなんだけど、まあこう弾いてないんでここを押さえてなくて、もうこのまま、で E マイナーから始まる、これ何も押さえなくても、こんな感じなんですけども、まあこれまあ、Em からね、
で、こうメジャー E のメジャーになって、A マイナーに行くね。から行った方がいいかな。でね、ここのね、この出だしの部分ね、ベースがね、原曲聴くとね、こう君は何を今見つめているの、こういう動きになってるのね。だから、こういうね、Aマイナーでこの弾き語りとかね、そういう時でもこう。こういう感じでこう弾くと、ちょっとかっこよく弾ける。これこうベースをね。こう順番にこう上がっていってるね。やるとちょっとかっこよく弾けるという、でまあこれ、まあ、ボカポで E マイナーで弾くときも、やりにくかったらもうこのままもうベース
いても全然おかしくは、まあないんですけども、太陽が暮れた季節っていうね曲で、でこれのねこのシングル版のこの B 面の曲ね、B 面ってこの裏側の曲なんですけども、それがあの、青春の旅っていう曲があってね、この曲もなかなかあのいい曲でね、僕はこっちの方が好きかなって感じですけど、この曲がねキーがD だったんでカポ2にしてちょっと C でちょっと弾いてみますけど、こんな感じの曲っていうのを、ちょっとイントロがどうなったかちょっと、覚えてないんで、こんな感じの曲で、昨日の夢に住んでいられずに明日の愛をもう待ちきれずに君は飛び出すまだ見ぬ海へと、そうだそいつが青春の旅だってこういう曲なんですけど、結構なんか5番ぐらいまであるのかな、ワンコーラス短いですけども、でまあこれもまあ割と簡単に弾けます、C からね、で D マイナーで、でここ G のセブンスね、C7th で F、 ここは D7 かな、ここちょっとやりにくいけどね、でこう C で、thank you.
2つ押さえて、こことここ2つ押さえて、なんかこんな入ってるね。青春の旅っていう、あの太陽が暮れた季節の B 面の曲でね、なかなかこっちの曲の方がなんか僕は好きかなって感じですけど、君にはあるか幸せの地図が答えなぜそこへ行くか、果てもないのに顔を上げ歩く、そうだそいつが若さの印だ。ちょっとコードとか歌詞とか、合ってるかどうかちょっと、微妙ですけども、ちょっとやってみました、ね、まあこれ昔の曲なんでね、やっぱ昔の曲ってそんなにあの難しくないのよね、全体的にね、まあ初心者向けですよね、多分最近の曲はねあんまり聞かないんでね、あんま分かんないけど、多分なんか結構すごくややこしそうですよね、聞いててもね、なんか歌すらなんかなかなか覚えられないんですけども、古い曲ばっかりで申し訳ないですけども、飛び出せ青春という、このまたこの青春シリーズをちょっとね、昔はこの青春ドラマがいっぱいあったので、あの中村雅俊のやつとかね、いろいろありましたよね、昔のこの飛び出せ青春とか、この辺は割とこうなんかこのなんていうの、割と真面目な感じのドラマなんですけども、そんなに、これが新しくなっていくほどなんかちょっとこうおちゃらけたようなこのドラマにねなっていくんですよね、こう時代とともにね、まあそういうことで飛び出せ青春で、太陽が暮れた季節と青春の旅をちょっとやってみました。